与謝野です。あの、教科書まだ揃ってなく、じゃあまずゲルマン民族の大移動について。ありがとう。4世紀後半、アジア系の遊牧騎馬民族フン人がドン川を越えて西に、ゲルマン民族の一派である、いらねえ、一人で使えば。さらに西ゴート人もアップ。マムラ君、あの、教科書貸してくれてありがとう。ああ、あと、ちょ、まだ話が。え、何すんだよ。マジで。もしかしてこの人、女子に免疫ない？誰かに言ったらぶっ殺す。え？うん、分かった。その代わり友達になって。は？なんで俺が。他は誰よ。だって席隣だから。隣の人と朝おはようとか、お弁当の時ちょっと喋ったりとかしたい。それだけだから、友達になってください。真村でいい。え？誰かに言ったらマジ殺すか。おはよう。一体何すんだよ。だって触っちゃダメなんでしょ。こういう時に肩バシーンとかできないの寂しいよ。それに挨拶したのに無視とか、普通に傷つく。あ、マムラの好きなおにぎりの具は？あ？ヒロさん、お前、マムラが、マムラが女子と喋ってる世界が終わんじゃねえ。やっぱり男の子ってガッツリ系ってことは、ウインナーとか？ウインナーって普通入れねえだろ。おい、山育ちのくせに山で迷子ってどうよ。マムラ、迷ってないよ。今帰ろうとしてたと思う。おい、マムラさ、なんで手掴んでくれたの？女子苦手なのに。人が落ちそうになってんのに、んなこと言ってられっか。まあ、そっか。なんか話してくれたの、すっごい嬉しいよ。解けば。え？だからいちいち人の顔じっと見んの。優しいマムラって不気味だね。返せ。あ、そう、思ったことが。お前いつもごちゃごちゃうるせえもんな。ありがとう。何マムラ。忘れ物。あ、そう。お前さ、誕生日
おめでとう。いや、でも俺が祝ってやる。だからそんな顔すんな。笑え。野村、あのね、あのずっと聞かなきゃって思ってて、この間のあれはさ、あれは意味なんかねえよ。そうだよね。いや、そうだと思ってたよ。まだ帰ってなかったの？お前は？なんだよ。振られた。は？振られた。俺のこと好きになればいいのに。あんなことしてごめん。お前が辛い時にごめん。私マムラの気持ちには答えられない。うん、分かってる。普通に帰ってるだけだけど、こんなんじゃ効果ないんじゃない？やっぱ俺好きだわ。くそ、こんなこと言うつもりじゃなかったのに。おい、よその進め、こっち向け。お前がバカで面倒くせえ性格なのも、まだあいつのこと引きずってんのも知ってる。それでも諦められない俺はもっとバカなんだろうな。一回振られてるし。でも俺、お前しかいない。好きだ。私は答えは今すぐじゃなくていい。マムラ、あっ、いて、なんだよお前。私マムラが好きだよ。傷つけてごめん。今度は私が
マムラを幸せにするから。よろしくお願いします。マジで言ってる？この状況で冗談言わないよ。あっそ、あっそって何でしょう。なんか響いてこなかったか。あ、じゃあさ、ちょっともう一回言ってよ。今度はちゃんと聞くから。え、いいよ、言うよ。好き。俺も。